はい、よろしくお願いします。238位か、高いな。どうしようかな、これ。ブリムオンか、どうしよっかな。ショーってどうしよう。サザンドラでいいかな。ショーテブリムオンからトリックルーム展開されるの結構だるいけど、いやトリックルームはないな、このパーティーで。じゃあサザンからでいいかな。サザンドリーまで確定で。パルシェンいるし、さすがにドキドイで出さなきゃダメかな。いやちょっとドキドイ出したくないな、出したくないけどやむを得ずって感じかな。マスタンドリードひどいででやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。勝ったらでかいね。ちょっとなんだろうね、グリノンだったらちょっと考えようか。ドラパルト、はい。さあこれね、これ嫌なんだよね。まあダイマックス切っちゃおうかなって思ってるんだけど、これめちゃめちゃきついんだよね、この対面だったら。まあダイマックス安定なのかなって感じ。相手も引き先という引き先はいないから、切っちゃいますか、大ドラグーンで。おっ、相手突っ張ってきてる。まあこれだったらいいかな。いや流星群とかメガネ流星群はね、入らないんですよね、これが。それ以外なら OK。 どう、ドラゴンアロー OKOKOK、 それなら OK。で半分で、タスキでも大ドラゴン打ってるんで、次のドラゴンアロー耐える。オッケーオッケー、まあ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 、だいぶサザン削られちゃうけど、まあ、いいかな。あ、クリアボディじゃないんだ。あ、クリアボディなのか。あー、これだったら耐えないか。あー、これやっちまったか。これやっちまったか。サザンドラ取っておく必要あるかな。で、一応、ドラパに引いて、あ、ドキドに引いて、なんかできるかな。いやー、ここどうしよう。いやー、ササンドラ取っておきた方がいいかなー。いや、ドリューの一環がやばい。いや、ちょっと待って。まあ、ここは一旦ドヒドバックしようか。ドヒドバックで。そうか、クリアボディ忘れてた。最近すり抜けしかいないからなんか能力下がると思ってたわ。いやどうだろうな、この交代。いやでもまあまあまあ、ドヒドバックはとりあえず安定ではありそう。ドラゴンアロー OK。タスキなんで火力はなくて。ここなんだけど、相手の裏を見るに、まあ、引き先はロトムぐらいかなって感じなんだよね。引くとしてもロトムかなと思ってるんだけど。ネットで、はい、ロトムかな。ロトムですね。ロトムなんで、ここは焼けたらトーチ化をしたいな。ダメージ稼ぎたい。焼けないんで、ここは即バックで、まあ、相手ボルチェンをしたいはずなんで、まあ、ドリューズでボルチェンを切っていくと。さあ、ドラパロトムと来てやっと1なんだけど、いやドリューズだったらね、ガチでしんどい、ガチでしんどいけど、これで自信の一環ができてるんで、オッケー、10万、10万か、メガネとかなんかな、わかんねえな、スカフかもしんないけど、まあ、ここは自信で、一貫性があるかな、とりあえず。ダイマックス切ってきても一発耐えるんで、引っ込め、なんだろ
ドラパルト OK、 ドラパルト落ちたかい。ドラパキリか。これドリューズだったらやべえな。ドリューズなら負けかなっていうぐらいなんだけど、さあどうでしょうといったところ。ラスイチはパルシェン、それはワンチャンあるんじゃない。パルシェンか。パルシェンならこっちはもうドキドバックで、とりあえずはいいかな。ね、ドキドキ出してよかったね。ここでここで生きてきた。さらにから破る OK かな。まあ、ドヒドイデでパルシンを突破するしか、こちらとしてはないんで。黒い木打っていこうか迷うなぁ。熱湯かな、それって熱湯から入ろうか。6村、はい。どんなもん。まあ。痛いけど、熱湯で焼いてくれれば結構楽になるかな。急所痛い。急所痛いね、さすがにそれは。だから受かってるっちゃ受かってるな。焼いてくれたら美味しい。焼け。焼く。オッケー。おっと、ラブのみか。まあ。しゃあないかな。一応勝ってるから。トーチカで。トーチカか？トーチカ。いや、自己採点。いや、どうしよう。トーチカでもいいな。トーチカ。一回トーチカ挟むか。一応受かってると思うんで、いや次のネットで焼いてくれなかったらしんどいな。からやぶ、はい、からやぶか。これやきついか。いやこここのドロップグラス多分受かんないんで、受からないんで、サザンキリかな。サザンキリ、ドヒドの体力、温存してかな。まあ、サザンキリで。2回積んだパルシェンの6ブラ、どんどん入るんだろうな。計算するわ、ここは。まあ、意地っぱりだろうから、意地で計算するけど。落ちる。ちょっと待ってね。ちょっと遅延するわ。ロックブラスト。攻撃ランク4段階上昇。こっちドヒドイで。HB ブッパなんで、こっちは。確定にやつか。そんなの結構入るな。じゃあ焼くしかないかな。焼くしかないね、これは。焼くか。いや、ちょっと待ってよ。焼くしかないんじゃなくて、黒い霧の方がワンチャンあるな。そうだな、ここ一回投資が挟む意味はあるかな。なくはないな。ここ相手殴ってくるんで、投資家で。ここで、からやぶ積まれてたら負けなんだけど。まあいいけど、それは。ドクブラ、オッケー。ここ黒い切りをします。まあ一発耐えるんで、黒切りで。よろしくお願いします。外してもいいよ。当たる。多分耐えるんだけど、黒切りでとりあえず、この体力か。ロックブラ大変よね。黒切り押せる、オッケー。これは良くて、どうしようかな。45ダメージが最大で、あ、これ耐えるな。次耐えるんで。いや、難しいな。これネット押すか。相手ここ殴ってくるんだったら自己再生をしたいんだけど、これね耐えるんだよ確定で。ドクブラは
で、ただカラヤブとの卓になるんだけど、自己再生すか。引っ込め、あー引っ込めか。まだ繋いでるね。ここは行って、そうだなぁ。いやぁ、ここ難しいなぁ。普通に相手にここ水技押せる対面なんだよね。ダイマックスも相手残ってるし。で、ここは、どっちから一回やるか。とりあえず。いやぁ、ここ相手、何してくるかなぁ。本当にタック通さないと勝てないけど。ただ、ロトムをドリューズで処理できれば、結構勝てるかなって感じだけど。さあ、ダイマックス、オッケーかな。いやー、どうだろう。きついことに変わりはないな。ここでダイマ切ってくるってことは、相手メガネの可能性、こだわりアイテムの可能性があるな。ここは一回、なんか、水技とか電気技押せる対面なんで。さあ、トーチか。ただ、相手何をしてるかなんだけど。大フォローか。あー、安定卓乗ってきたね。大フォローどんぐらい？あ、13か。じゃあ13の4倍で、40、52とかか。52ダメージ。大フォローが52ダメージ。ここ電気打ってくるかな。いや、ここどうす、ここどうだろう。大フォローか。大フォローってことはなおさらあれだな。こだわりアイテムの可能性が高いな。ここね、相手水技押せるとこなんだよね。いや、水技押されたら負けで、電気押され、こっちがドリューズに引いて相手が水技を押してきたら負けで、椅子座って電気打たれたら負けなんだよな。いや、ここどうだ？ここ相手ね、電気押せる。いや、水押してくると思うんだよね。ここ突っ張りてー。いや、ここちょっと、2ターン読まないと負けなんだよな。ここちょっと水技をしてくるにかけて、自己再生で。大フォローか。かわいいな。なんか、それは一番ラッキーかなって思ってるんだけど、大フォローを、あと一旦だね。まあ、ここ、トーチカでとりあえずよ、トーチカでいいかなって思ってて、これ結構相手甘えたんじゃないか。いや、これは相手甘えた、絶対に。ここ相手多分電気技だと思うんだよな。ここ大丈夫かったな。どうだろう。第3打、まあ交代してよかったな、ここ。かな。まあまあ、でも、このダメージ抑えれたんで、いいかな。ここはドリューズに引いていこうかな、と、思います。ドリューズ引いて、いや、ハイドロポンプ、メカレだったら耐えないんだよなぁ、多分。まあでもここは引くしかないんで、ドリューズバックで。さすがに相手も読めるかな？読めると思うけど、相手のロトムがこだわってるんだ。多分こだわってそうだなぁ。引っ込め、読まれた。読まれるね。さすがに読まれるよね、ここは。そうだなぁ。これ突破できねえかなぁ。いや、無理だなぁ。さすがにそれは。こうやって空やぶなんで。ここは、突っ張る理由がないかな。ドリューバックで。さあ、厳しいなぁ。これ、タクゲー始まってんなぁ。ここ多分相手空やぶなんだけど。はい。空やぶ。そうだなぁ。黒い霧かな。ここは安定が黒い霧だと思うんだよな。やけど狙いに行く必要なくて、ここは黒霧で。一回積まれた状態なら黒霧から入ってって感じだな。6ブラ、はい、オッケー。それは余裕なんで。これだったら一回ネット打ってよかったか。いや、ちょっとネット打ってよかったかもな。
これネットでよかったな、ネットの紹介数増やしたかったですね、ミスさん。ネットここで打つんですけど、カラヤブー、はい。で、次の6ブラ耐えるんで、次タクになっちゃったな、これ。焼いてくれると美味しい。焼け。よし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 。オッケー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 、よくて、これよくて、ここだな、ここ空いて、今ちょっと状況見ますか。二段階上昇だよね。うん、二段階上昇で火傷してるんで、今何も積んでない状態になっている。ここは相手としては引くしかなくて、ここ熱湯で勝ちかな、これ勝ったかな。オッケー、対戦ありがとうございました。じゃあ、いや、なんか相手がこの試合、多分相手がダイマックスターンでなんか大フォローとか連打してきてたけど、あれ助かったな。さすがに大ストリームか、大サンド打った方がよかったかなと思ってたんだけど、まあそうだよな。あー、359位。じゃあ今日はここまでで、はい、お疲れ様でした。